こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、おすすめ CD としてですね、マイルス・デビスのポギーとベスをご紹介したいと思います。1959年にですね、マイルスがマラソンセッションで移籍した後、コロンビアに移って作ってる、シリーズの中の一つですね、もうこれが一番売れてるそうなんですが、ポギーとベスというガーシュウィンの、先日そういえばガーシュウィンのお話をしたので、ちょうどタイミングいいなと思って、こちらの方をおすすめしたいと思います。これはオーケストラというか、ちょっと大きなラージバンドになってまして、まあなんかメンバーは結構寄せ集めみたいになっちゃってるそうなんですが、まあマイルスがですね、まあギル・エヴァンスという、ビル・エヴァンスというピアニストがいますが、よく間違えられますが、彼はピアニストでもありますが、まあアレンジャーとして有名ですね。こういうオーケストラのアレンジをすごくたくさんしています。でマイルスはもうギルと一緒にやりたかったので、コロンビアに移籍するときに、まあ要はプレステージの方にも残ってほしいと言われるんですけど、じゃあビッグバンドを取れるだけの予算出してくれるかって言って移籍したらしいんですね。まあコロンビアの方がでっかくて、まあ予算がたくさんあったとはいえ、まあ最終的には取り直しがあんまりできなくて、ギル的にはなんかそのもうちょっと予算があればもっといいものができた、ちょっと荒いところがあって、まあ後で説明しますが、そういう部分もあったりします。でポギーとベスはですね、こんだけの、15曲入ってまして、でまあ14曲目、15曲目、これ I Love the Poggy とかね、ゴーンのこのエヴァンスのやつなので、これはもう重複してるんで、これはもう別テイクってやつですね。なので、こんだけ入ってます。で終わりで、聞いてくださいねだったらいいんですけど、僕も凝り性なもんですから、今回はですね、この、実際のオペラですね、オペラでは実際にどこでどういうふうに使われてるかっていうのを分類して、このポギーとベスのお話もしてしまおうかなという試みでですね、最後までぜひ聞いていただきたいと思いますが、ちょうどですね、私も予定ではオペラで、全編ドラムを叩く予定だもんですから、非常に先に勉強しておこうと思いまして、ちょっと頑張ってまとめてみました。まずはですね、ポギーとベスっていうのはどういう場所で行われるかとですね、サウスカロライナ州のお話なんですけど、キャットフィッシュローというのが舞台になります。ナマズ長屋というふうな訳をすればいいんでしょうかね。もともとその貴族の大きな家だったやつを、まあ僕は黒人がそこに住み着いたというか、廃屋になっているところね、黒人がそこに住み着いたという設定らしいんですが、ものすごく大きくて、こういろんな部屋があるから、部屋にそれぞれの、人たちがこう陣取っててですね、中庭っていうか、こうまあ要はその屋敷の真ん中に中庭みたいなところがある。でそこがまあ舞台になってます。ものすごいたくさん人物出てくるんで、ちょっとイラストを作ってみ、ましたので、このイラストを見ながら説明していきたいと思いますね。ポギーとベスですが、ここですね、最初にはですね、クララという人とジェイクという、これまあこの夫婦なんですけど、クララがジェイクの子供を抱いてサマータイムという子守歌を歌うとこから始まりますね、中庭でですね。まあ要は、有名な歌詞ですけど、まあ夏になったら暮らしは楽になるよと、まあ、フィッシュジャンピングコットインズハイなので、要は魚がたくさん取れて綿花が取れれば、お金持ちになるし、お母さんは、まあ、美人だしみたいな、だからいつまでもあなたは心配しないで、私たちは隣そばにいるんだよっていう、こう子守歌を歌うわけですね。これの歌詞はですね、アイラガーシュウィンではなくて、この台本を書いたデュポーズとヘイワイドっていう人、2人組が、まあ要は原作を書いた人との中の、歌詞を使っているそうですね。なので、これはアイラではないですね。第1幕第2条になると、セレナの部屋ですね、また人が出てきましたね。セレナとロビンスもこれ、まあ、結婚されていましてですね、まあ夫婦なんですね。でその最初の中庭でですね、ジェイク、ロビンス、クラウン、ポギーとみんなで掛、まあ、け事、サイコロで掛け事をしてるわけですよ。でその掛け事してるところにクラウンとベスがバーって入ってくるわけですね。ベスはまあ一番美人なわけですね。可愛くね、描いたやつを選んできました。でクラウンっていうのが、これはまあ見た感じこう、パリピな人なんですよ。まあお酒も飲むし、薬もやるし、もうとにかく
こう喧嘩っ早いしみたいなやつなんですね。この人がやってきて、で、まあ、やってるうちにロビンスとこう、まあ、要はイカサマしたとかしてないとかで口論になって、クラウンがロビンスを殺してしまうんですね。でみんなバーッと逃げるわけですよ。そしたら警察も入ってきて踏み込んできて、そこでこうベスは置き去りにされてしまうんですね。ベスはどうしていいか分かんなくなって、その時にポギーが、まあ、昔からこうベスのことがちょっと好きだったもんですから、まあ、彼は、片足が悪くて、小じぎなんですけど一番まあお金のない人なんですが、おいでって言ってその部屋に入れてかくまってくれるっていうところなんですね。でマイマンズゴーンナウっていうのがこうほらもういきなりこう5番9番3番4番でしょ。だからこう順番バラバラなんですね。だからそもそもこうあったものを題材にこう、まあ、曲を作っていって、でその全然やっぱりメロディーもだいぶ変えてるもんですから、それをこうマイルスとギルが要は CD 作品にするために順番を変えてるんですね。でもまあ聞く時のなんかこう、あこういう感じの曲がこういうふうになってるんだなっていうのが分かると、やっぱ絶対聞きやすいと思いますから。マイマンズゴーンナウっていうのはもう私の旦那がもういないんだという、亡くなってしまったっていう意味なので、この、もちろんこのセレナが歌うわけですね。でゴーンっていうのはゴンゴンゴーンっていうのが元々のこのガーシュウィンの曲なんですが、これはまあ、お葬式の曲なんですね。でみんなでこう静かに、でそのメロディーを使ってギル・エヴァンスが全くジャズアレンジをしたやつですね。これスピード感あっていいんですが、これですね非常にこう、まあ、譜面があってギルがこう凝っててですね、同じメロディーがリズムがボン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 変わっていくっていうやつ、僕一回やったことあるんですけど結構間違えるんですよ。で実際に間違えまくってるんですね。バラバラになってて、で演奏の最後の音 も全然ずれてて、ずれてるんだけど僕はもうすごい好きなんですね。この勢いが全員あるんですよね。だからこうおーってずれてるんだけど誰かがこうフォローしてるみたいな、まあ、まさにジャズな感じで僕はすごく好きなんですけど、これを いまいちだという人もやっぱりいますね。まあ、気持ちは非常にわかります。で第2幕ですね、まあ、幕が終わって次の幕の時に、バザーズソングっていうのをポギーが歌います。なんかこう、そもそもこう第2幕の最初にもうベスがいて、もう俺は何も持ってないけどこんな美しい女性と一緒で神様もいるしみたいな歌を歌ってるわけですね。でもこのバザードソングっていうのはハゲタカの歌ということでですね、これがまあCD の1曲目にはなってるんですが、すっごいこうゴージャスなオープニングがついてあって、でもこれはここの第2幕で歌われます。なのでこのバザードっていうのはこうまあハゲタカなので何か不安なことが起こるかもしれないみたいな感じの歌なんですけど、これをまあポギーが歌います。まあ、ベス、You are、本当だって You are ですよね。でもこれは黒人の訛りです。You is my woman now っていうことで、ベス、お前はもう俺のもんなんだよっていう歌を歌うんですね。で、黒人はこうお休みの日にこうピクニックっていったお船に乗って、まあ、島に行ってみんなでこう遊ぶっていうのが、これがまあピクニックっていうもう唯一の楽しみなんですね。みんなでおめかししてそこにいて楽しむ、ご飯、美味しいご飯食べて楽しむというね。そのキディワー島っていうところに行くんだけど、ポギーは足が悪いから行けないよねって言って、ベスはだからあなたと一緒に残るわって言うんだけど、ポギーは大丈夫だよ行っておいでって言って行くわけですね。でキディワー島ではみんなでどんちゃん騒ぎしてて、そこでですね It ain't necessary、 それってそんな大事なことじゃねえよみたいなのを、まあ、スポーティングライフがこうお祭りで歌っているというですね、また新しいやつが出てきました。まあ、これキーポイントの人ですからね、Ain't necessary so っていうことですね。これはなんていうか、その聖書ではそうやって書いてあるけど、それってそんな大事なことじゃない、本当はこういうやつ、要は小人だって巨人に勝つし、まあ、そういうお話をこうみんなで歌って、みんなでギャラギャラギャラと笑ってるってことですね。で、第2話がもういきなり進んじゃいますが、そこのキティワー島でですね、最後クラウンがやってきて、なんか結局クラウンが、まあ、ポギーの今やポギーの女になっているベスを連れ去ってしまうわけですね。で、ベスはですね、まあ、お薬で、ぐちゃぐちゃにされてですね、何週間も森をさまよって帰ってきて、もう本当にボロボロになって、もう何日も寝込んでしまうんですね。それを、セレナがですね解放しながらね、プレイヤーって言ってお祈りを、捧げる歌を歌うわけですね。フィッシャーマンストロベリーアンデビルクラブってやつですね。これはまあ物売りのこう歌なんですけど、これここもそうですね。ヒアカムでハニーマンということで、蜂蜜売り、まあ、魚、いちご売り、で、
デビルクラブなので大きなカニを撃ってるっていうその声が、歌声が聞こえてきてですね、でそこで、まあポギーがベスを看病してて、いやお前がクラウンに連れ去られたことは知ってるんだよっていうふうに言うと、ベスはですね、ポギーに歌うわけですね。私はここにいたいんだよっていう、あなたの、ことを愛してるわっていう、その、まあ、前回そのちょっとお話もしたんですけど、あのI love you の、これも訛りなんですけど、私はあなたのことを愛していると、誰よりもあなたが一番いい、でもクラウン、あなたはボンチさんだからわからないけど、クラウンみたいな人がやってきて、彼の目を見て、彼の匂いを嗅いで、彼の手で抱きしめられた私はどんなもおかしくなっちゃうんだって。だけど本当はあなたと一緒にいたいから、私のことをクラウンの元に行かせないでねっていう風に歌うわけですね。まあ、これ学生の時聞いてなんて勝手な女なんだと思いましたけど、まあ、今は非常にこう大人のね、事情がありますから、いろいろわかりますけど、ということでですね、この順番もバラバラですけど、この辺ですね、こういう内容になってます。でまあ、セレナの部屋でですね、まあ、避難所みたいにちょっとこうところで、みんなでこう嵐がやってきて、みんなでこうブルブル震えてるわけですね。そこでサマータイムが、もう一回歌われます。クララが歌うんですけど、ジェイクはその漁業の漁師に行ってるんで、クララがジェイクを待ってるんだけど、もうジェイクが帰ってこないからイライラして、こうもうドキドキして、それでもう悲壮な感じで歌ってるんですが、その中嵐の中でですね、ジェイクの船が川に転覆してるのを見つけてですね、クララは赤ちゃんを置いて飛び出していってしまうんですね。そこでクラウンは、お前らは助けに行かないのかって言ってクラウンが飛んでいくわけですが、そのまま、クララもジェイクも、帰らぬ人となってしまうということなんですね。だからサマータイムはいつまでもお父さんとお母さんはあなたのそばにいるよって言ってるんですけど、こうどんどんこうアレンジが悲壮になっていくということですね。で3回目の、サマータイムが第3話の中庭で、ベスが、そのクララの子を抱いてずっと歌ってるんですね。お父さんお母さんそばにいるからねって言ってずっとこうあやしてあげてるわけですね。まあその中庭でいろんなことがありまして、夜になってポギーはクラウンを、殺害してしまうんですね。まあ要は決闘するぞと、要は嵐に出ていく時にクラウンはポギーとお前を決闘にするっていう、まあ要はベスに帰ってこいって言うんですけど、ベスはもう彼と一緒にいたいからお前と決闘するって言ってたんで、実際決闘して、ポギーはクラウンを殺害してしまうわけですね。で第3幕に、2話、また中庭でですね、でまあいろんな騒動があって結局、クラウンも亡くなってしまって、ポギーはですね、もちろんこうしょっぴかれてしまうわけですね。警察に連れて行かれてしまうわけですね。でそこで歌を歌ってた、島で歌を歌ってたスポーティングライフが出てくるんですが、スポーティングライフは基本的にはクラウンの手下みたいなやつなんですね。でもずっとこう、まあ、イメージ的にはですね、まあ、ジャイアンスネオみたいな感じ、のび太くんみたいなイメージがあるんですけど、僕は、このスネオくんはですね、ずっと前から、まあ、ベスが一番可愛いですから、ずっとベスの狙っててですね、There is a boat that's leaving soon for New York なんですが、これニューって書いてありますが、ニューヨークに、向かう、船が出るぞと。だから俺は、今からニューヨークに行くんだけど、薬あるよって言って薬をポンって置いてですね、ベスにこれでついてこいよって言って、俺の女になれよっていうわけですね。ベスは絶対そんなの嫌だって言うんですけど、薬の力に負けてスポーティングライフの元でニューヨークに行ってしまうわけですね。でポギーはですね、こじきとはいえですね、すごい掛け言が強い。一番最初掛け言やったでしょ。その時もポギーはバカ勝ちするんですが、このこっちでですね、刑務所の中でめちゃくちゃ儲けてですね、かけることで、でお金持ちになって、でいろんなお土産買って帰ってくるわけですが、おーベスフェアウスマイベス、ベスはどこにいるんだっていうふうに言うんだけど、みんなは知ってるからスポーティングライフについてっちゃったよっていう話をするわけですね。そうすると、ポギーはですね、片足を引きずって、じゃあ神様僕に力をくださいと、ベスの僕は絶対探してみせるからって言ってニューヨークに向かうっていうところでお話は終わるんですが、まあ結構こう切ないというか、まあ何とも言い切れないような内容のものなんですが、非常にこれがまあベストセラーであったりとかしてですね、まあ要は黒人のこういう、まあ
差別とかそういったもの、中ではこう白人がこう黒人に厳しいことを言ったりするシーンとかも出てくるんですが、こういったやっぱ内容のものなんですね。で順番がこうなってるでしょ。で、あと別テイクは I love the beat と、さっきのゴーンが、もう一回良さそうなやつが入ってるわけですね。これ入ってないやつもあるかもしれないですね。以上、こういうボギーとベースですが、実際の順番はこのようになっております。なのでですね、この実際のこの流れと、こっちで解説した時のやつですね、これ、そうですね、このままここから最後までのところを、ダウンロードできるようにしておきますので、メルマガ登録していただいた方には、もれなくこの、PDF を、ダウンロードできるようにしたいと思いますので、ぜひメルマガ登録の方よろしくお願いします。長くなりますが本日は以上です。最後までありがとうございました。今日もご視聴最後までありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白かったなとかためになったなっていう方は、いいねのボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。メールマガジンではこういった内容のものを毎日、お昼に配信しておりますので、もし面白いなと思った方はぜひ登録お願いします。こちらの方のびっくりマークの方ね、押していただけると中に入れて、メルマガのどんな内容なのかっていうのをそのページで見ることができますので、 LINE アットもありますから、そちらの方で登録ぜひしてください。以上です。黒田でした。ありがとうございました。